車は闇を抜けて光の海へ夢が散らばる無限の宇宙さ星の架け橋渡ってゆこう銀河鉄道999は1978年9月14日から1981年3月26日に全113話プラステレビスペシャル3話が放送され、翌1982年に総集編が放送された。最高視聴率は 22.8%。 舞台は銀河系の各惑星が銀河鉄道と呼ばれる宇宙空間を走る列車で結ばれた未来世界での話である。宇宙の多くの裕福な人々は機械の身体に魂を移し替えて機械化人となり永遠の生を謳歌していた。しかし貧しい人々は機械の身体を手に入れることができず機械化人の迫害の対象にされていた。そんな中機械化人に母親を殺された主人公の星野鉄郎が無料で機械の身体をくれるという星を目指し、謎の美女メーテルと共に銀河超特急999号に乗り込む。銀河鉄道株式会社とは、宇宙空間を走行する全ての鉄道を統括する民営の鉄道会社。その空間鉄道網は宇宙全域にわたって広がっており、宇宙旅行における交通手段として重要な位置を占めている。